谷豊タ谷豊ニ谷豊カ、1911年11月6日から1942年3月17日は、昭和初期に、マレー半島で活動した盗賊。ムスリム名、モハマッド・アリー・ビン・アブドラー。現在の福岡県福岡市南区出身で、イギリス領マラヤに渡った後に盗賊となり、ハリモオとして、一躍知られる存在となった。その後、 日本陸軍の諜報員となって活動する。1911年、福岡県筑志軍曰く、侍蘇川、現在の福岡県福岡市南区五十川で、理髪店を営む父、谷浦吉、母と身の長男として生まれた。豊が二歳の頃、一家はイギリス領マラヤトレンガヌ州に移住。以降、マラヤの文化に及んで育った。 教育は日本で受けさせたいという親の意向もあり、1916年学齢期には一旦帰国、祖父母の家に滞在し、福岡市立岩須家小学校に入学するものの、1924年、再びマレーシアへ戻り、マレー人の友人たちと共に青春時代を過ごした。マラヤ文化の影響を受け、1930年頃にイスラム教に帰依している。 1931年、20歳の時、徴兵検査を受けるため再び帰国。しかしムスリムのユかカにとっては天皇を現人心として、絶対死する当時、昭和初期の日本軍の思想と相入れず、そのために不合格となる。その後、日本語無工場に勤務した。同じ頃、マラヤでは、満州事変に対して在マレーの家境たちが、反日暴動を起こしていた。 そのその中の1932年11月に、マラヤの谷家、店舗兼住居も破壊され、さらにたまたま寝込んでいた、豊かの妹静子が、ボートに残首され、殺されてしまう。しかもボートは、妹の首を持ち去り、晒し者にまでしたとも言う、なお子の首は、林家の視界が奪還し、遺体と縫い合わせている。この事件により谷一家は日本へ引き上げざるを得なく、なった。 帰国した母親から事件のことを聞いたユタカは激怒し、1934年7月、単身再びマラヤへ向かった。再びマラヤへ戻ったユタカは、マレー人の友人たちと徒党を組み、家境を主に襲う盗賊団となった。数年の間、マレー半島を転々としながら活動を続けていた。マレー語と、大語を堪能に扱い、大胆な行動と、 裏腹に敬虔なムスリムであった谷を誰もがマレー人と信じて疑わなかったという。しかし、その時期にタイ南部のハジャイで逮捕、地元の刑務所に投獄され、そこで2ヶ月の獄中生活を送った。そんな中、太平洋戦争が始まる。開戦にあたり、まずマレー半島攻略を第一目標とし、 現地に精通した、諜報員を欲していた日本陸軍参謀本部は、日本人でありしかも、マレー半島を股にかけて活動おるトヨと彼の率いる、盗賊団に目をつけ、彼らを諜報組織に引き込もうとした。その任務を受け負ったのが、満州国の警察官で、諜報員、上本敏夫であった。百四十一年一月下旬、昭和通商食卓実質的な諜報員として、 バンコクに赴いた、カミボンは、軍から用意された二十五バーツの保釈金を、大警察に払い、獄中の谷を釈放、そして軍へ協力するよう説得を試みた。当初、マレー人として生きていくことを望んでいた谷は軍への協力を拒んだが、マレーの習慣を学び、ゆくゆくはイスラムに敬したいというカミボンの熱意に押しれ、ついに軍への協力を引き受けることとなる。 それから数週間後、谷はかつての仲間たちを呼び寄せ、再び神盆の前に現れた。こうして、リマお盗賊団は再結成された。マレー半島北部の大国境近くにという町がある。ここは当時アロースターをはじめとする英軍の主要飛行場への玄関口にあたり、南下する日本軍にとってはぜひとも攻略したい場所、逆に守る英軍にとっては、 絶対負けられない重要な場所だった。そこで、英軍は飛行場を守るため、ここに強固な要塞地帯、通称、ジットララインを構築することにした。イギリス軍はこの要塞で、日本軍を三ヶ月は足止めできると豪語していたが、本来ジットラは湿地帯であり、工事は難航、工事を受け負っていた大政府も中場さじを投げかけていた。そこに谷と神ボンは目をつけた。 ハリマオ一党は、ジットラ近辺の集落に拠点を構え、工事の妨害工作を行うことにした。まず谷が仲間と共に、ジットララインに潜入して、測量を行い、神本の手によってそのデータは、太陽国公使館副部官の田村博大佐に送られた。続いて一党は二人一組に分かれて労働者の中に紛れ込み、資材の投機や建設機器の破壊などの実力行使に入った。 この結果、ジットララインの工事は大幅に遅れ、1941年12月12日、山下智之中将率いる第25軍令下の第5師団佐柄挺停隊のモ突進によりわずか1日で突破された。以降も日本軍のマレー半島攻略は順調に進んでいった。その後も豊は部下や特務機関、会機関と共に、 消報活動に従事していたが、その主な任務は配送する英軍が橋に仕掛けた爆弾の解体だった。しかし、先回りして橋を爆破されていたことが少なくなく、また爆弾が何重にも仕掛けられていて、すべての爆弾の除去に間に合わず失敗、ということも多々あった。そのもどかしさに、さすがの谷も、橋を爆破しろというなら俺の本業だから慣れているが、 仕掛けた爆弾や爆破装置を除去せよという命令には参ったトカミボンに愚痴をこぼしていたという。しかし谷はその最中にマラリアに感染した。当時日本軍は英軍から捕獲したキニーネ剤を大量に保有していたが谷は本当のマレー人なら白人の作った薬は飲まないとキニーネ剤を断固とて飲まず現地の伝統法である際の角を粉末にして飲んでいた。 だがこれが、あだとなり、谷の症状は、周囲の人間が担架で担がないといけないほどにまで、悪化した。その時の状況を、会、機関長、藤原岩師少佐はこう記している。2月1日午前3時頃、谷は、ジョホーバル野戦病院に緊急入院した。しかし、施設も決して十分なものではなく、病院と言うべきかどうかわからないほどの状況だったと、言う。 2月17日、さらに、藤原翔佐は、観楽間もないシンガポール病院への定員を命じた。しかし、ここでも十分な治療は受けられず、谷は日に日に衰弱していった。また、3月14日には、病床の谷を神本が訪ねている。その時の状況を、神本のガイドを務めていた当時19歳の青年、ハジアブドルラーマンは次のように述べている。その3日後、谷は、 短い生涯を終えた。三十歳だった。遺体は部からが引き取り、イスラム式の葬礼を行ったという。現地のどこに葬られたかは今が分かっていない。現在、シンガポールの日本人墓地に記念墓がある。なお、長報員として働いていた豊は、軍族ということで戦士扱いされ、福岡の実家へは、戦士広報が届けられた。また当時の制度により、ムスリムでありながらも、 靖国神社への合も決まった日本軍としては、この劇的な日本人諜報員、谷豊に戦意紅葉のシンボルとしての役割をも見出し、彼の死は新聞でも報道された。また、豊は、マレーのハリマオ、または、ハリマウオ、ハリマオの天下などと呼ばれて大々的に宣伝され、映画なども作られた。ハリマオは、ハリマウと表記し、マレー語で、 トラのこと。この名前は、豊のマレーでの通称、ハリマオマライユに由来するとも、豊からの盗賊団を、長方院にした、イの作戦名、ハリマオ作戦に帰するとも言われているが、いずれにせよ豊が、死後英雄死される中で広まった名前である。こうして、伝説的な英雄、ハリマオの巨像が一人歩きを始めた。対戦中に作られたハリマオのイメージは根強く残り、戦後も、 解決ハリマオとしてドラマ化され同時にメディアミックスで漫画連載もされた。しかし戦争が過去のものとなりアジアでの戦争行為について日本国内で批判的な見方が高まるにつれ軍国主義のシンボルでもあった英雄ハリマオは徐々に風化した。谷豊は没後半世紀を経た20世紀末に再評価されるようになった。 ユタカが愛したマレーシアでも1996年に初めて彼をテーマとしたドキュメント番組が組まれた。その番組のラストは次の言葉で締めくくられている。イギリス軍も日本軍も武器ではマレーシアの心を捉えられなかった。心を捉えたのはマレーを愛した一人の日本人だった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。